特集です。世界各国で聖職者による性的虐待の責任を追及する動きが広がっています。そんな中、日本でも聖職者による性的虐待があったと告発する被害者たちを取材しました。先週木曜日、仙台で一人の女性が会見に臨んだ。私は24歳の時にカトリックの聖職者により性的に虐待されました。鈴木晴美さん、67歳。1977年、鈴木さんは当時通っていた宮城県内の教会で日本人の司祭に部屋へ連れ込まれ、性的暴行を受けたという。司祭や管轄するカトリック仙台支教区などに対し、合わせて5100万円の賠償を求める訴訟を起こしたのだ。鈴木さんですか？どうぞ。よろしくお願いします。どうぞ、ありがとうございます。40年以上、一人苦しみを抱えてきた鈴木さん。これまで声を上げることができなかったのは、司祭という立場が特別な存在だったからだという。アルコール依存症の絶対的存在でしたよ。なんていうのかな、私はその、まあ、神の代理人って思ってるから、私が教会を怪我してしまったのかもしれない、怪我してしまったっていうふうに結論づけて、誰にも相談できずに苦しんで、神聖な教会の中でなんかそういうなんか不貧困なことをしたみたいなふうに思ってしまったんですよ。自分を罰するようなこう意識がどんどん出てくるので、よくね言いますけど、毎日死にたいとかってそういうもんじゃないですよね。毎瞬で一瞬一瞬死にたいわけですよね。今回訴えたのは、これ以上被害者を出したくないという強い思いがあったからだ。こういう理不尽な人生を奪われるっていうか、こういう苦しみはもう私以外誰にもさせたくないって思ったんですよね。たくさんの世界中の人にこう勇気が与えられて、で私たちは悪くないんだっていう自信持ってもらいたい。世界中で深刻な問題となっている聖職者による性的虐待。これまで被害が明るみに出てこなかった日本でも、今次々と声が上がり始めている。きっかけはある男性の告白だった。ほとんどのことはされたという。去年来日した教皇フランシスコ。ローマ教皇が日本を訪れるのは38年ぶりだ。歓迎ムードに沸く中、一人バチカン市国の日本大使館に教皇に宛てた手紙を投函する男性がいた。持っていたのは、日本にも神父による性的虐待の被害者がいますと書かれたプラカード。教皇の車列に向けて掲げた。見てくれたと思います。視線があった気がします。都内に住むクリスチャンの竹中和美さん。神父による性的虐待を日本で初めて実名で告発した。やはりもう胸を張って、ね、死んで、そして神の前に立つにはやはり今こう言うしかないと、自分ではもう覚悟を決めて今告発してます。性的虐待を受けたのは
50年以上も前の小学4年生の頃、両親が離婚し、都内にあるカトリック系の児童養護施設に預けられていた時だった。本当に私の子供時代もこの一冊しか写真ないんですよ。体も小さく、他の子供たちからいじめを受けていたという竹中さん。その悩みをあるドイツ人神父に打ち明けたことがきっかけだった。ミサの時なんかにですね、終わった後話をしていました。それは大変だねと、よかったらもう少し話を聞くから部屋に来ないかと言われました。で、まあ、殴る蹴るの暴力を受けていたので、ちょっと服を脱いで傷を見せてたんですね。傷をまあいたわるようにしてたんですけど、だんだんと性的なことにですね、まあ、及んできたというところですね。児童養護施設の子どもたちにとって神父は親代わりのような存在。行為がエスカレートしても拒むことはできず、毎週のように神父の部屋に呼ばれた。およそ、まあ、ほとんどのことはされたという、神父の、まあ、性器を握らされたりとか。ただそれ以外にもミサが終わった後に礼服の中にですね、ポケットがあるので、そこにもう手を入れさせられて握らされたこともあります。終わった後も誰にも言わないようにと言うと、まあ、地獄に落ちるよと言われました。性的虐待が始まって半年が過ぎた頃、別の修道士から、あの神父のところに行ってないかと尋ねられた。そこでびっくりしてうなずいてしまったんですね。するとその修道士は、先生がちゃんとやるから行かなくていいっていうことを言ってくれて、ピタッと行かなくなった。その後他の子供たちが、あいついやらしいんだよなって、俺もお尻触られたとかキスされたとか、そういうことを言う子供たちがいてですね、私はものすごいショックで。神父は別の施設に移った後、病気を患いドイツへ帰国、そのまま亡くなったとみられている。竹中さんは中学卒業とともに施設を退所。しかしその後も苦しみは続いた。親戚の家に身を寄せ21歳で就職、31歳の時に結婚し子供も生まれたが、職場でも家族にも本当のことは話せなかった。苦しみを一人胸に抱え続けた。思いがけない時に記憶がよみがえることもあった。私がお風呂に入れてる時に子供のね、体を洗おうとしたらフラッシュバックが起きてですね、心も体も、まあ、感覚も全て当時に戻っちゃうんですよね。自分がその当時そういうことをされたその瞬間に戻ってしまって、こう何もできない、わーって叫ぶぐらいですかね。声を上げるきっかけとなったのは、アメリカのボストングローブ紙による調査報道だった。地元ボストンで勤務する数十人もの神父が30年以上にわたって130人以上の子供に性的な虐待をしていたと伝えたのだ。さらにカトリック教会が長年その事実を隠し続けていたことも明らかになった。この報道を目にした竹中さんは、日本カトリック司教協議会に対して事実を訴えることを決意した。やっぱ日本でもね、こう同じことがあるから、このことをやっぱ訴えなきゃならないと思って、
カトリック教会に対して手紙を書きました。私以外にも被害者はいるはずだからきちんと調査をしてほしいと。教義会からは手紙が届いたが、返事はですね、手紙読んでびっくりしたと、申し訳なかったというだけの返事ですね。ただ手紙が来ただけで、その後何もなかったです。カトリック教会に対して告発した私への聞き取り調査もなかったんですね。竹中さんの訴えを受けても教義会は日本での被害について調査を行う姿勢を見せなかった。竹中さんと同じ施設で同じ神父から性的虐待を受けていた男性がいる。これはこういう経験したのは僕だけじゃないんだと思ったんですよ。竹中さんの活動に触発され、今回番組の取材を受けることを決めたという。お菓子かなんかをあげるからおいでみたいなこと言われて、主人さんの部屋に呼ばれて、なんかいきなりそういうことになっちゃって、いたずらされちゃって、最初私びっくりしたんですよ。あのシャワー室なんか入ると神父さんが裸になって物を出した時に、それを捕まわされ、今でもね、いや気持ち悪かったと思うんだけど。中学生になる頃から週に2回ほど、普段子供は立ち入れない神父の部屋やシャワー室に呼ばれ、性処理をさせられる行為がおよそ2年にわたり続いたという。終わった後ね、お菓子とかいろいろくれるんですよ。まあ嫌だなとは思ったけど、お菓子くれるか嫌みたいな。もうお菓子もね、めったに食べられないんですよ。今みたいに食べようと思えばいつでも食べれるような、そういう状況じゃなくて、本当にチョコレート一つ食べるのだって、あれクリスマスかなんか。幼い頃から家族がおらず施設で育った男性は、愛情や食べ物に飢えていたと話す。男性や竹中さんに性的虐待を行っていた神父は普段は親切で、子供たちからの人気は高かったという。普通だったらさ、いやあの神父が一致なんだよとかさ、普通子供だったら言うじゃないですか。いや違うんですよね、僕だけ特別扱いされてるから、僕だけのことだから気にしとこうみたいな、子供心にかな、まあ、そう思ってましたね。埋もれている被害者はまだ他にもいるはず、実態を明らかにすべきだと男性は話す。過去は過去だと言っても、事実は事実のことなんで、そういう子供たちが被害に遭っちゃってのが何人も いるんであれば、徹底的に調査して解明して謝罪と、今後そういうことが起きないようなね、システムを。海外では性的虐待への厳しい追及が始まった。新たに就任した教皇フランシスコは、世界中の教会に対して虐待の通報を義務付けるほか、事実の隠蔽を禁止した。さらに2016年、ボストングローブ紙の一連の調査報道を描いた映画スポットライトが公開された。アカデミー作品賞に輝くなど、神父による性的虐待は大きな注目を集めた。だが、日本カトリック司教協議会は竹中さんのケースすら明らかにしようとしなかった。性虐待する神父がいれば、この被害者は一人じゃ済まないんですよ。たった一人神父がいただけでも、被害者はかなりの数に上がるはずなんですが、
そこが具体的にきちんと調べられていない。これは JNN が入手した日本カトリック司教協議会による調査の内部資料。2019年までに未成年者に対する延べ21件の性的虐待の報告があったと記されている。2002-2012年調査13件、2019年調査8件。協議会は訴えを把握していながら長らくその結果を公表してこなかった。きちんとプレスに出して、その協会の外までその調査をですね広げないと、この実態がつかめないと思うんですね。その被害者たちにどういったこうケアをするのかね、そういったことも全くなくて。竹中さんが期待したのは、性的虐待に厳しい姿勢で臨む教皇フランシスコの来日だった。去年11月に来日した教皇フランシスコ。大規模なミサが行われる会場にはおよそ5万人の信者らが詰めかけた。そこに竹中さんの姿もあった。日本のカトリック教会にね、きちんと調査しなさいと、で公表しなさいということを伝えてもらえればいいなと。性的虐待を受けてから礼拝に参加することをためらうようになっていた竹中さん。大勢の信者たちの中で教皇の言葉に期待を寄せた。Lo contrario al yo aislado, encerrado y hasta sofocado, solo puede ser un nosotros compartido。苦しみを分かち合う大切さを説いた教皇。日本国内での性的虐待の問題について触れられることはなかった。およそ2時間でミサは終了した。法にはもう手紙を出しましたので、まあ、あとはもうその手紙をね、読んでいただくのを待つしかないんですけど、自分の体験を話して、そしてやはり声を上げられない人たちの声を代弁するとか、一緒に、ね、声を上げるように力づけていきたいと思っています。聖職者による虐待の今年6月、竹中さんが中心となって日本で初めてとなる神父による性被害者の会が設立された。壇上で被害を訴えたのは3人。長崎市の50代の女性はこの日初めて公の場で事実を打ち明けた。現在もその時の恐怖が蘇り、日常生活に支障をきたしています。2020年6月21日は私にとって前へ歩み出す日となりました。先週仙台地裁に提訴した鈴木さんもこの時が初めてだった。こんな話が漏れたら教会の信者さんは失望するだろう、求道者は希望を失って死ぬんじゃないかって思ったんです。本当に私そう思った。私は神様に誓ってた。私は死ぬまで棺桶に入るまで言いませんって、沈黙が私の十字架ですって祈って、死ぬまで言わないこと誓ったんだよ。でもそれを破る日が来たんです。胸の中に抱え続けてきた苦悩を吐き出した。本当にずっと晴美さんの話をいつも聞いてる。涙出ちゃったけど、聞いてもらえたことでやっぱり癒された部分もあります。受け入れてもらった。
ようやく声を上げ始めた被害者たち。それぐらいこの問題ですね、本当に厳しいですね、辛い問題です。でも誰かが声を出さなければ決して変わっていきません。で、私たちはこんな苦しい思いをですね、こう他の世代で今の子どもたちにはもう二度と味わわせたくありませんので、